昔にエアガンで、あれでもこんな状況下で、ガスの外なんで、バラ線が始まるから、ちゃんと出すんで、勢いで買ったのがうちにあって、タンクがまだ売れますね。めんどくさいんで、XM にチェンジしましたよ。めんどくさいとか言うたらどうやってやだな、もう。なんかメリットを見出したいな、あの鉄砲に。ゼンマイマガジンにしたアホみたいに打てるようにしようかな。それ普段のスタイルから考えたらどうなっとんねんって言わなきゃ。あああんなもんゼンマイマガジンにしたらもう、はい、すいません、マガジンいらんよな。バンダリアいらんやん。富谷と波復活無制限センターフラッグ戦になります、復活は無制限です、復活、この拠点ですね、死に放題どこでもいいのでタッチをして復活になります。であと、拠点の2階3階市街、新人の矢倉の2階は今日おだしです。今回なしなので登らないようにお願いします。市街地と森林の間中央に赤と黄色のカラーコーン1本ずつと、奥のバスの後ろに赤と黄色のカラーコーン1組ずつあります。2組あります。黄色チームは赤のカラーコーンの上に黄色いカラーコーンをかぶせて勝利となります。ゲーム終了時に上にかぶっているカラーコーンの色の勝利となります。あとね、カラーコーン変えているときにカラーコーンに弾が当たったらヒットとなるので、その場に置いてすぐ、復活の方お願いします。あと変えている最中ね、結構弾が当たっていることあります。自分に厳しくヒットコールの方ねお願いします。あと、倒れている状態では、無効となります、ドローとなるので気をつけてください。必ず立った状態でお願いします。以上になります。何かご質問など大丈夫ですかね。はい、ではゴーグルマーカーのチェックをお願いします。じゃあスタートの合図までお待ちください。これ自分で来たか、はい、最初からあ、これですか。これなんか、秋葉の駅小屋行った時に売ってて、あそこだけ、ここだけ、あのセット、一応 DNA のやつもあるんですけど、家にあんねん。こっち側つけて、なんか 3D プリンターで作るプラスチックの部品があるけど、なんかこの内側に押さえて割れちゃってる。いや、あれな、俺自作で作ったやつは、もうそのまんまアリモンの、要は貫通穴、グリップに止めるに合わしてこのカットすんねんか、角度、うん、でそこにホームセンターって買ってきたボルトとナットで止めるだけやから、相手側って別になくてもいけるっちゃいけると思う。ワッシャーとかでもいいですよね。うん、そう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 、うん、そんなちゃんとしたもんちゃうはずやし、うん、ただこれがくるくる回らんようにはなんかちょっと、工夫したかな、うん、これはなんかこの間にちょうどここの溝に合うパーツが入ってる、うん、だから回らんように、うん、なるほど。でもアメリカ人がそんなこと考えて切り寄るとは思わへん。だってこれ切りにくいにも超適当だと思うんですよね、現地のやつは。サンダーかなんかでガーキッともう高速ガッターとかでくっつければ OK だ、うん、ただこの角度でカットしてあるっていうのはこのやってみたら分かんねえ。こうボルトがまっすぐ通るからこの角度にカットしてあんねん。 あるけどな、そのまんまの形でつけてるやつも、あれはなんか部品作らへんかったら入らへんと思うね。これやろうやろうと思いつつもずっとやってないですね。 DNA 売ってるやん。そう、僕どこだったっけ、ウィーテックのグリップだけ買ってあるんですよ、うんうん、何年か前に、うんうん、やろうと思って。もう俺なんか作ってたからな。そう、みんなそうって言ってたじゃないですか。いやいやいや、俺グリップごと作ってたからな。言っとったっすね、グリップ買ってシリコンで型取りしてある意味できれいな。俺だってトレポンのグリップまで作ってたもん。すげえ。これ41年今日はなんかめっちゃ始まるんじゃね。
ゴー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 。嫌な音。あ、来た来た。しまった。ここも寝込んでよかった。タイガートリオ。一応今黄色になってんやな。こい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 。いるな、どっかにいるな。お、ナイスキル。いったー。あー、やられた。あこい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 。おっしゃ。うわ、入った。やられてるよ。下抜かれそうやな。
残り5分。こっから前行けへんやろ。トメに一人いるわ。あ、変わった？変わってへんな。あ、な無理やって、あれやらんと無理やな。あ、ひるしか この裏のやつがやれへんねん。ドローなの？こっちはどうなってんの？こっちは赤か。こんな赤コーンもあります。花は赤行ったら、行ったらさ、撃たれると思うで。マジで？そら撃たれるやろ。殺したからいかんと。あそこのなんか、なんか声したな。これ下からは覗けへんようになってんやろ。もうそんなとこでやられてたら絶対行けへんやん。笑い殺した。行けそうですかね、また。いや、あかん、もう反対側にいる。反対側。もうバスの反対側にいる。入れそう。うん？さすが。もう時間ないよ。ジェットストリームアタックや。惜しかった。あ、じゃあ。
ちゃんと戻された。なんてこった、ドローンまでも持ってったか思ったのに。もう一回あと15秒でもう一回走って戻れるで。誰もついてきなかった。小間宮君が一緒に行くのかな思った。違う方行きよって誰も行かんと思ってちょっと行ったのに。惜しかったな。もう終わりだ。あ、はい、やられた。あ、ダメでした、ダメでした。でも一回チャレンジした。コーン倒すだけ倒したで倒して後ろついてきた武藤君と一緒にやられて、やられて帰るときに見たらもうすぐ赤に元に戻す。あー、せっかくドローンにしたのにみたいな。さあ、ほう、なんや、次ゲーム参加せえへん気やな。違う、さっきね、僕サングラスかけてたんですよ。シューティンググラスじゃなくて。はい、すいません。武藤さんも入る。はい、いいですか。顔見知りはなんぼでも。はい、じゃあ皆さん、ポーズお願いします。寄った方がいい。はい、いただきます。はい、ありがとうございました。